さあこっから本当に負けられんぞ俺たち。ショスケチャンネル。皆さんバナジーどうもショスケです。ラッキーみんな元気してるってだけで、さあ今回もやってまいりました。試合前日恒例 FC 東京の試合、試合予想してみたのお時間でございます。ってわけで、さあ今回ね、いやもう前節本当負け方が何つんだろう、もうなんかひどかったって言っちゃっていいのかな。まあひどかったって言えるほど本当ひどかった。うん、まあ本当あのミスはもう本当やっぱりサッカーやってる以上まあ仕方がないっていうか言う人もいるかもしれないけど、ある意味あれも命取りだからね、本当に。なんでもうああいう負け方、ああいうゲームはもうなしにしてほしいなというふうに思います。さあてなわけでね、さあ早速今日ですね、見ていきましょう。では今回の対戦相手がこちら、バン。さあ今回のゲーム、9月18日土曜日19時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第29節横浜 FC 戦は我らがホーム味の素スタジアムで行われます。というわけで、さあ我らがホームアジスタでの4連戦の2ゲーム目ね、相手が横浜 FC ですけども、まあなんつーの、もうぶっちゃけやっぱ ACL 圏内も取るためにも、まあ、優勝はまあね、この間まあ柏戦の後長友佑都が言ってましたけど、まあね、あの優勝は厳しいにしても ACL はまだまだ取れる可能性はあるんで、まあ、そこ目指してのね、あの戦いになるんですけども、まあ本当、まあ、厳しくねどう見るかっていうのは、うん、まあそれぞれあると思うんで、まあまずしっかりと戦っていきましょう。ではまずスタメンからいきましょう。それがこちら。さあそれでは今回の予想スタメンがこちらというわけで、大きく変えたのは、センターバックだけですね。強しに変えて、オマリが、スタメン復帰すると予想してます。で、今回東慶吾ベンチスタートを予想して、渡辺龍馬、右ウィングに入ると予想してました。で、あと、ま、青木がね、ま、スタメン復帰するんじゃないかなと、予想してます。まあ、ほんと厳しく見てね、まあ、長友優斗の人と厳しく見て、やっぱりまあ、まず勝てるメンバーをちゃんと入れなきゃいけない。で、まあ、前節渡辺剛のミスもあったんで、まあ、そういう部分考えたら、やっぱりオマリの方が安定するのかなと。うん。で、なんつうんだろうな、ボランチの位置、まあ、玉田ももちろん全然良かったんですけど、今回、青木ということで、まあ、横浜 FC もかなり攻撃力が上がってきてるんで、そこの部分のリカバー、フォローっていうのを合わせて青木にしました。で、まあ、東なんですけども、まあ、東慶吾でもいいかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりみんなね、左ウィング、まあ、ただやっぱりアダユトンがいるんで、まあ、長いなら右ウィングもできるんですけど。うん、やっぱりスタートで右ウィングで使うならやっぱり渡辺龍馬かなと、うん、まあ、あとまあディエゴ、レアン、アダとのその関係性もあるんですけど、まあ、けど龍馬の方が今回は得点の匂いがするなということで、今回渡辺龍馬を右ウィングでスタメンできるんじゃないかと予想させていただきました。であとまあ最後ね、あれと、正直あれ長友佑都の名前ないぞと、やっぱりまあチーム合流して1週間ちょっとで、まあまあ、ベンチに入ると思うんだけど、スタメンは正直どうかなって思って、今回あえてスタメンから外させていただきました。さあ、それではここからですね、両チームの、注目選手、要注意選手、そして試合予想の方していきたいと思うんですけども、まず FC 東京の、注目選手からいきましょう。それがこちら、バン。フォワード、背番号20番、レアンドロ選手ってなわけで、今回レアンドロ選手を、注目に挙げた理由はですね、やっぱりそのゲームメイクっていう部分で、まあ、やっぱりすごく重要な役割を担える、うん、で、でもちろんミドルを狙えるというのもありますし、非常に、精度の高い、ね、シュート、パスだったりそれもできるんで、そういうの考えたらやっぱり、まあ、レアンドロかなと。で、まあまあ、調子の、ね、波あると思うんです、レアンにとって。レアンもね、今シーズン本当最初の方試合出れなかったりもしたし、かなり波はあるんですけども、ただ最近ね、その波も落ち着いてきてるんで、ほんと、ただ、なんだろうな、もうちょっと周りを信用してもいいのかなと。うん。
いいところに動いてるんだけど、そこのパスコース見出せなかったり出せなかったりともあるんで、まあ、そういう部分考えたらちょっとパスコースね、少し考えてもいいのかなというふうに思います。まあ、ただ、ね、点をねよく取ってくれる選手であるんで、本当レアンにはね期待はかけてるんでね、はい、本当レアンドロ選手、まあ今節ね、まあ、ゴールキーパーもすんげーのいるからね、横浜FCは。まあ、フリーキックで決めれるっていうのは正直、あまり期待はしてないけれども、まあ、流れでね、点を取ってほしいなというふうに思います。そして、横浜FCのファンサポーターの皆さん、大変長らくお待たせいたしました。今回の要注意はね、もう多分横浜FCのファンサポーターだけじゃなくても、多分みんな絶対この人は、未だに本当ファンタジスタだと言える選手を選びました。それがこちら、バン!ミッドフィルダー背番号10番中村俊輔選手ということで、もうやっぱ俊さんを要注意に挙げず誰を挙げる、うん、三浦のカズさんでもなければね、え松浦あややじゃない松浦拓也でもなく、今回は、中村俊輔ということで、本当俊さんでねもうできましたけど、いろんな司令塔、ゲームメイクする選手っていると思うんです。多分皆さんいろんな選手見てると思うんですけども、中村俊輔選手のこの素晴らしいところっていうのは、なんつうんだろうな、2歩3歩先を読んだプレー、だから遠藤康人選手と、形は似てるんですけども、やっとさんは、やっぱり、ゲームに緩急をつけるんですよ。ただ、俊さんは、点を取る、前に行くためにどうすればいいかっていうのをすごい非常に考えてる選手で、それが中でもできるしサイドでもできるしっていう、そういうやっぱり頭、多分回転が柔軟なんだと思うんです、頭のね、うん、でそんな中でプレーしながら、その一瞬の隙を見たスルーパスだったりミドルシュートもあるし、なんつうかフリーキックですよね、まあ、年を取っても変わらないそのフリーキックの精度っていうのはやっぱり素晴らしいものがあるなと思いますね。はい。で、本当に、もうね、中村俊輔選手、もうこれ以上語っていいのかあれなんですけど、本当、ほら、俺がほら、奈緒さんと同じスパイクを買ったっていう昔ね、これか。これ、実は色違いで中村俊輔選手が履いてるんですよ。白の方のマニアを俊輔選手が履いてて、俺もうめっちゃ欲しかったですもん。でそれほど中村俊輔選手っていうのは、もう俺ら世代にとってはもう憧れの的。敵だけどずっと憧れの的なんですよ。はい。もうなんでね、本当味の素スタジアム行かれる方、でもしゅんさん出ると思うんで、今サッカーやってるね、小中学生や、プレー悩んでる高校生、もうしゅんさんのプレーだけ見て、特に中盤やってる選手、もうしゅんさんのプレーだけ見てればいい。そうすれば何かしらヒントは絶対生まれるから。うん。ぜひ。見てみてください。てなわけで、さあ、今回の試合予想なんですけども、まあ、といって横浜 FC も今、効果ガラスをしますよ。で、我々も長友佑都の効果で、かなりチームとして前向いてますよ。もう、ここからもうやるしかないと、行くしかないでしょうということで、こう予想させていただきました。今回のゲーム。3対0で、我ら FC 東京の勝利と予想させていただきました。さあ、それでは今回のゲームのおさらい、バン9月18日土曜日19時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第29節横浜 FC 戦は我らがホーム味の素スタジアムで行われます。なお、このゲームですね、このゲームのチケットは完売となっておりますので、当日券の販売はございません。皆さんお気をつけください。よろしくお願いします。そして、この試合ね、見れないって方、ダゾーンでね、中継ありますんで、ぜひダゾーンでね一緒に応援していきましょう。でですね、この試合に先立ちまして、実は現在ですね、台風が来てるんですね。でもこの辺出てるのは台風14号。名前がね、そう、台風って名前があるの、皆さんご存知ですか？台風って名前があるの。これ多分、中国名義なんですけど、これチャンスじゃねえよ、アウトだよ。で、このチャンスなんですけど、ごめん、台風14号、日本名では、台風何号と呼ぶんですけど、これちゃんと名前があるんで、僕はちょっと名前で呼ばさせていただきます。で、これチャンスなんですけども、現時点、これ撮影するのが金曜日の16時なんで、16時時点で、これが今、もう、これは九州の方に上陸してるのかな、うん、もうほぼ上陸してると見てもいいでしょう。で、こっから、太平洋の方に抜けていくというふうになります。で、一番僕が厄介だってこれから言うことは本当皆さん気をつけてほしいことなんですけど、一番厄介なのが、こう勢力、まあ徐々に衰えてはいるんですけども、
もちろん台風っていうのは上陸すれば勢力は衰えます。ただちょっと僕が一番厄介だなと思ってるのが、これ西日本関西などに抜けた後もう一回太平洋に出るんですね。そこで勢力がまた強くなるか落ちるかっていう部分で、しかも台風って大体富士山にかすめただけでも弱まるんですけど、今回ねどうやら富士山かすめるかどうかギリギリのラインなんですよね。そう、今進路情報を見てると。で、何が言いたいかっていうと、これ FC 東京の試合もそうなんですけれども、今節第29節に関しましては、今日実際行われる予定だったサガン鳥栖対大分トリニータの試合、駅前不動産スタジアムの試合、こちらの方が、台風の影響でね、試合前中止が決まっておりますということで、明日我々の試合も、試合前に中止が決まる可能性があります。なので、細かく FC 東京のね、オフィシャルの方ご確認いただきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そして、これに合わせて実は金髪野郎から何かメッセージがあるみたいなんで、そちらをご覧ください。どうぞ。いやみんなボナスラッタ、どうもみんなが愛するトッティだよってわけで、さあ今回ですね、トッティから、トッティからも皆さんに、一つねお話があって、今回翔介くんの動画に、登場させていただきました。何がトッティ言いたいのって思うとかもしれないんですけど、その前にちょっと待った待った、みんないつも歩くよ。さあみんな僕のこと待っていたかな。ありがとう。今日はみんな素直だね。今日はみんなトッティに待っていたよって声がよく聞こえたよ。みんな、ありがとう。ってなわけで、話を本題にしまして、今回の、トトなんですけども、第1257回のトトなんですけども、今回台風接近に伴って、開催中止が、決まる試合が多くなると思います。J1、J2 合わせて、試合前中止が決まるゲームが増えるかもしれないんですけども、その際、不成立となって、多分ね今日お昼僕のねメッセージを翔介くんがツイッターに上げてくれたと思うんですけども、試合の方が、中止になって、トトの方不成立になる可能性がありますので、その際は、払い戻しがあると思います。なので、お手持ちのトトはなくさず、お持ちいただくようよろしくお願いいたします。そして、今回の台風、かなり、雨風ともに強い台風になると思います。なので、台風が近づいているときは、お家でね、必ず、安静にしていくことをお勧めします。もちろんもし FC 東京の試合が中止になっちゃったら、その時はちゃんとトッティがそこの埋め合わせをするからね。お楽しみに。じゃあ翔介くん返すよ、このクソ野郎。おー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 、トトスケ、おトトスケ、おいおい金髪野郎、おいトッティ、おーおー、なんだなんだ、ついにお前クソ野郎っつったか。おお、そっくりそれもその場返すぜ。しかもちょっと待て、長いトトスキ長い、まあ、本題に入るまでが長い、本当に。てなわけで、トトスキも今言ってましたけども、トトの方もね、もちろん試合中止のゲームが増えたら、不正事ということで、払い戻しになる可能性もありますので、よろしくお願いいたします。てなわけで、あとね、横浜 FC と言ったら、そう、あれですよ、思い出しましたよ。あ、元横浜 FC の、松井何すか、ね、松井大輔選手がまさかのフットサル転向ということで、いやもうびっくりしましたね。まあ、けど本当に、松井大輔選手はもう本当足元うまさって言ったらもう日本トップクラスですから、はい、もうフットサルで暴れちゃってください。もう一度いいですか、松井何すか。はい、ってな
わけで、さあ私しょすけこの下にね、別チャンネル、別チャンネルが SNS の方ですね、やっております、全部僕のチャンネルの概要欄に、リンク貼ってありますんで、そちらの方からぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。そして、もう中村俊輔か、もう中村俊輔要注意、当たり前だろうというか、中村俊輔をもうね、叩えようと思った方は高評価、そしてチャンネル登録とコメント お待ちしておりますんで、よろしくお願いします。それではね、あの台風も近づいてきておりますので、皆さんね、本当あのお気をつけて、本当本当川海あと池とかに絶対見に行かないように、それだけお願い守って、池と川と海は用水路とかね、田んぼとかも絶対見に行かないで、心配かもしれないけど台風去るまで絶対行かないで、再台風去っても少しあの絶対に行かないでお願いします。はい、てなわけで翔助でございました。またお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。あてまーす。ご視聴ありがとうございました。ゲームチャンネルもありますので見てみてくださいね。皆さん高評価とチャンネル登録よろしく。